大丈夫な。直吉さん、待機ありがとう。はい、ありがとう。うん、みんな、こんばんは、はい。こんばんは。こんむい。こんむい、そうくんもこんばんは。こんばんは。お邪魔しております。はい。こんばん。大丈夫かな、大丈夫かな。こんそう。あ、下月さん、こんばんは。ツイートもできたね。ツイートもできたね。うん、よし。こんばんは。ネギさん、こんばんは。いらっしゃい。ネギさんも、こんばんは。つよしさんも今、コメントの方来てるかな？あ、ほんね、来とるね。うん。あ、つよしさん、予習してきたね。こんむい、こんでる。予習。こんむい、こんでる。予習ナイス。うん。ほいじゃ、ほいじゃね。あ、うん。コンミコンシャル、コンクさ、コンクさ、燃えちょるが燃えちょるね。早速かよ。まあでもしょうがない。もう定型文になってきたね。もうそんなおか、ね、この組み合わせ、3人の組み合わせだともうしょうがない気がしてきた。そんなことないね。しっかりね。そんなことないよ。うん、遅くしてほしいね。はい。はい。あ、ちょっと待ってね。はい今ちょっと微調整したいね。と、うん。クリでいいよ。うん、あ、じゃあその間私ちょっと説明しちゃおうかな。今日もね、当事者枠ね、バイオレットエヴァーガーデンの今日は6話から10話の予定予定です。はい、そうね。多分まあ10話でね。うん。でもね、ネットフリックスで見る予定なのでね、もしね、ネットフリックス入られてる方いたらね、よければ上かな、左上に時間も経過時間ね、流してる話数と経過時間出してるので、うんね、合わせてね、一緒に、うん、見ていただければと思います。そうね、シャルちゃん。うん、予定ね、いや、そう、一応ツイッターでね、うちが我慢できんで全部見るんじゃないかって言われちょるけど、うん。あ、つよしさん、あ、うちがね、そう、用意しちょったんよ。そうそう。今ね、シャルちゃんに褒めてもらったね、すごい。最初はね、あんまり内容分かっちょらんで書いちょったから、3本目までの青空のサムネまではね、用意しちょったんだけど、ちょっと1回目が終わってから、あ、これいけんやつじゃと思って、劇場版のやつはちょっと我慢しちょるね、ちょっと。うん、そうじゃよ。そうそうそう。うちは書いちょるんよ、馬娘も。びっくりしたよね。同時収録さ、そう、4回に分けてかな、今週ね。うん、やる予定だけど、全部サムネ違うから。ねえ。もう用意したんですね。そうそう。いや、もういちゃすごすぎて、ほんとね。いやいや、すごいなんか、ね、名作アニメらしいけん、なんかちょっと、画像検索して、そう、なんかうん、ね、雰囲気にちょっと、あったやつちょっと見て、背景ちょっと合わせてみたいな、うんうん、なんかすごい青空がすごい多かったけん最後、うんうん、そう、大当たりね、はい。さすが、つよしさん。ほいね、ほいね、じゃあ早速ね、上演始めるでよね。はい、しゃ6話からね。うん、6話からじゃね。みんなネットフリックスの準備大丈夫？うん、キンドも一緒に見ようね。はーい。うん。今週金曜ロードショーはね、テレビで見れるからね。うん。ネットフリックス、はい、バレてない方もテレビがもし見れる環境なら、一緒に見れるかな。うん。ちょっと待ってね、上映中。じゃあ、はい、ね。上映始めるね。うん。はい。じゃあね、多分静かになるかもだけどね。さしていただければ。もうすでに静かになってます。さしてもらえればいいね、すごい。そう、ね、そうくんらしからぬ静寂だもんね。もう入ってます。
どうかいね、二人とも流れちょる、うん、あとね、ね、私がもしかしたら闇に飲まれたかも。そうそうそう。めっちゃごめんよ。うん。はいはい。シャルトー。一回止めても、あ、大丈夫そうかな。ダメそうかな。うん、行ったり来たりしちゃう。ちょっと待ってね、下下ろすね。うん。一回止めてもいいよ、むいちゃん。うん。大丈夫そうかな。ありがとうね。うん。またイケメンが出てきたね。挑発のイケメンだ。そう。今回はね。あ、めちゃんあれかな。私やっぱ今日調子悪いかもしんない。いや、違うね、違うね。うちが多分ちょっと。もしあれなら立ち入れても全然大丈夫よ。うん。安定して、私の体。みんなお口さんすまんね、私のリアスが。あ、強しさん。あれ馬なのよ。そうね、みんなあのちょっとシャルちゃんがの闇に飲まれたら教えてほしいね。ありがとうね。うん。闇単色か。ね、やっぱりオープニング見てね、気持ち高めていくね。寝るんだろう。やっぱりあったかい水が。いやもう体が横に動いちゃう、こうやって。本にええ曲じゃね、オープニング。ペンライトをゆっくりこう左右に振りたくなる、うん、お歌。この空かなって想像するの楽しい。ありがとうだよー。あの空だよ。うん。ああ。久しぶりのルクリアちゃん。もう本に結構時間経っちゃるね、うん、作中で。マクゴ流れ先生はね、うん、出てこなかったけど。うん。学校の子じゃもんね、学校の子、この残りの二人も。3話の子です。かわいい。当初感ね。すごいよね。上の方の本取るのめっちゃ危ないのよ。本当にハリーポッターみたいなね、ホグワーツ学校みたいな。ボロボロになった本を新しく綺麗な本にするために書き写すお仕事ね、これ。そういうことですね、そうそう、今回はね、そういう回ですね、今回は。どんな書物じゃろう、こういうお仕事もあるんじゃね、さっきの代筆だけじゃなくて自動書記人形の人、うん、
初期。リオン・ステファ…リオン・ステファ…ちょいちょい…うぃ名前なんか…うん、女の子みたいな子じゃね、すごい。めちゃ美人じゃね。あー、確かにそうだね。うん。髪も…ね、お仕事広いよね、つよしさん。ね、すごい。テンプレート挨拶じゃね、これ。一目惚れしちゃったよ。ペアでお仕事するね、ペアで。いや、ほんで意識しちゃうよね、すごい。なんで、ね、異性同士じゃねえっていうね。しかもまだだって学生とかの年齢よね、お互いね。あ、リオンくんね。そうじゃね。天文学に詳しいんじゃね、この子。直吉さんね、まあ、だから学者さんと書き写すね、このペアで、積んでるやんけね。おこれ結構大変じゃね。結構ペース早いね、これ読むの。リオンくん、新聞記者みたいな。いや、漢字変換できんよ、うちこれ。セイバルバロッサとかも打ち込めなかった。一発目で変換出てこないでしょ、漢字。そうそう。ねえ、あ、声変になっちゃう。あれかな。永遠の時流れる。直吉さんありがとう。どうかいね、治ったと思うね、ありがとうね。大丈夫そうかな、ありがとうだ。ありがとうだよ、ありがとう。この映像すごいね、バイオルテバーガーデン。この早回しの映像、アニメで見せるね、これ。ね、直樹さんありがとうね、本に助かるよ。タイピングでも結構疲れるんけどね、すごい。検証になりそうよね。お客持ち言ったら俺はその日は休むね。ね、劇場版のクオリティだよね、直吉さん。痛くならん自信あるね。風景とかほんと綺麗よね、この背景。優しい絵じゃねえ、優しい絵。
ねえ、下月さんね、このクオリティ毎週やっちゃったん？おかしいじゃろう、これ。月に1回じゃね、これ。月に1回。今日まで働きすぎよね、ほんとに。バイオレットちゃん、モテモテじゃね。めちゃめちゃ美人だもん。バイオレットちゃん。強いバイオレットちゃん。なんかバイオレットちゃんなんか言い方もなんか変わってきたね。なんか気づいた？そう、なんかね、ズバズバなんかあの、うん、ねえ、事実を述べちゃる感じじゃなくて、そうリオンくんのこと言われてちょっと、うん、怒っちゃる言い方じゃったね。たしなめる言い方じゃったね。そうそうそう、うん。ねえ、ナンパ体制あるよね、すごい。どう考えても相手より強いしな。いや、でも、一目惚れしてしまうね、こんな猫を追ったらね。え、似てますね、なんて言われたら。あれね、これ、お仕事という名の、あれね、合コンで。そうね、そう。うん。ペアだもんね、仕事もね。ねえ。みんなあわよくばって考えてしまうね、こんなん。ねえ。ねえ、下月さんね。バイオレットさん、でもあれね、本当にあの、強いさんの言うとおり戦闘力測れそうじゃんね、すごい。一人で全員倒せればいい。うん、ね、このリオンくん、かわいい。頑張れ。フランスパン？いや、フランスパンがあそこまで引きちぎるのはなかなか握力いるで。うん、ねえ、フランスパンってすっごい硬いよね、あの、硬い、本に硬いね、あれ。大丈夫？漫画とかアニメで思ったら以上の3倍硬いね、あれ。消せんね、フランスパンさん。あんな手でちぎれるほどやわじゃないね。すごいね、今のすごい。勇気出してね、あの、お誘いしたね、デートに。うん、ドキドキだよね。そうね、本音焼きたてかもしれんね。焼きたてだったらすごいあれかもしれんね。うん、優しいかよ。いや、でもあれね、ね、あの、何この星空見るの、こういうのすごい良いね、雰囲気。うん。でもさっきバイオレットちゃん結構すごい顔、なんかちょっと気合い入っちゃったよ、ちょっと。見ますって言っちゃった時。痛いですの時ね。うん、そうそうそう。
クロハムさんいらっしゃい、こんばんは。あ、いらっしゃい、こんばんは。あ、いけんね、時間止まっちょるね。あ、ほんとに。ほんだ、ほんとだ。そして闇に飲まれるシャルト。帰ってきたぜ。帰ってきた。ごめんね、処理重いかもしんないね。さまにいい重いじゃん。いやいや。うちの方こそごめんね。うん。ね、クロハムさん今ね、バイオレットエヴァーガーデン見ちょるよ。砂吹きも言うちょったね。恋は熱病じゃね。大切に思ってたのですねってちゃんと分かるようになってる。うん、ただコイは寂しいね。コイは寂しいだった。ヘヨン君もね、気づいちゃったんだよね、今これね。バイオレットちゃんには自分も大切にしてほしいね。今ので完全にリオンが振られたな。愛する人のことをすごい大事には思っちゃるけど、そのためだったら自分はどうなってもええって思っちゃるね。少佐からバイオレットちゃんへは逆なんだけどね。ああ、すごい。空綺麗じゃね、これ。みんな、見て見て。みんな、すごい。オーロラがあるね。ね、すっごいよね、これね、このシーンね。ね、すごい。高い山のところ行ったら見れるんよね、なんかそういうところ。空気の綺麗なところ？何百年周期の彗星とあの恋を重ねるのがすごいロマンチックじゃね、すごい。一回きりの出会いじゃね。そうだね。
リオンくんはここまでついてきてくれるんだね。ごめんね、すごい黙ってしまって今言い死んじゃったね。喋れなくなっちゃうよね。いやー、よく言った、よく頑張ったぞ。ね、でもちょっとこう届くか届かないかっていうところのこのね、うん、感じが切ないのよ。もうね、いい笑顔、ね、最後こんなにあの自分の思いと告白するね、リオンくん。いかれちゃったね。いやー、あっという間じゃねえ。あっという間じゃねえ。はいはいはい、星空の下でよ、クレジット見る。クレジット見る。ね、リオンくん可愛かったんね、すごい。うん、あのリオンくんがこれからのね、あの夢とかね、いろいろ展望じゃないけどね、これからのことをいろいろと話しちょってからに、うん、あの最後別れ際にね、それをはいはいってすごい一生懸命あのバイオレットちゃんがすごい気持ちを込めて返しちょったね、はいって。うん、あそこすごい良かったね、バイオレットちゃんね、ほんのり笑っちょったね。そうそう、バイオレットちゃんも笑ってたし、そう、リオンくんもね、うん、笑顔だったからね、最後ね。ね、すごい。綺麗な話だね。うん。最初出会った時はちょっとね、あの、ね、あの、テンプレご挨拶とね、あの、ギクシャクの感じのすごい、お堅い形だったんだけど、あれね、アイリスちゃんの回ね。ね。あ、そうだね、確かにそんな感じだよね。うん、こう、ね、絆を結ぶ回じゃったね、すごい。ねえ、ねえ、ねえ、いつかきっと会ってほしいね。ねえ、ねえ、ねえさんね、ほんにそれね。うん。すごい。はい、大変。はい。結構なお手前で。はい。ほう。すごい、ね。寂しいとかっていうね、気持ちにちゃんと名前が付けられたというか、ちょっと、ちゃんとこう、ね、気持ちをね、確認できた自分が、あ、今、自分って寂しいんだっていうのが、ね。うん。うん、そうね、恋は寂しいねっていうのがね、あれちゃったね。どうみんな、うん、じゃあ、7話かな。ちょっと待ってね、7話始まったね。あ、7話いいね、うん、7話もう私めっちゃ好き。演劇が始まったよ、見れちょる、みんな見れるかな。そうくん大丈夫、7話をね、再生してますよ。まだ先一緒。専門家意見じゃねえ。うちのも、ね、あれ専門家じゃ言うとね。自動手記人形さんはそういうお仕事もあるね。うん。
脚本の代筆ネギさん7話好きね。文字がね、こう書けないから、うん、あ、スキップしちゃったね。あ、いけんね。ちょっと待って、戻すね。ちょっと待って、ごめん。いやいや、そう、ネットフリックスの罠よ。あの、押していいボタンと押しちゃダメなボタン。そうそうそう、今あのエンディングの癖であのポチって押してしまったんだけど、これスキップしちゃいけんやつだったね。本当そう、バイオレットちゃんなんかね、いろんなお仕事を本当経験してるのよね、今ね、この数話でね。本当そう、なんよ、清さん、急に来るんよ。そう、うちはちょっとあの、オープニングとエンディングを噛み締めてみるタイプじゃから。トラップだからね。うん、今まで戦場しかね、知らなかった。一個一個の経験が本当に大事で。そうやね。あのすごいなんかいっぱいお仕事あるね、自動式人形のお仕事って。あの手紙の代筆だけじゃと思っちゃったんじゃけど、文献のね、そういう再生のための代筆じゃったり、今、うん、これから始まるお話はあれなんね、あの演劇の脚本家さんの代筆なんか、うんうんうん、うん、これからまたね、詳しくわかるんじゃろうけど、書ける人がいないんだね、あんまりね、うん、うん、あのスピードだもんね、バイオレットちゃんにこうね、ほんね、すごいタイプもね、うん、確かにあの紙でね、一文字書くよりダントツじゃね。うん、そうね、公開恋文はそうね、この新聞に載るのね、本人。ねえ、セッスルが、あ、ほんね、みんな成長するよね。バイオレットちゃんもそうじゃけど、みんな成長するに。そうそう、一緒にね、こう、仕事頼んだ方もね。ほんね、字を書き留める。そうね、ほんね、ほんね。セミさん、ほんね、バイオボーより早いね。バイオ4のセーブそんな遅いの。みんなカチャカチャ打つね。みんなゆっくり打つね。そうなんだ、ね。バイオレットちゃんが一番早いのセーブポイントかけるね。草の草なのよ。あ、すごい、サッカ先生って顔じゃ。りょうくんってこんな感じなのかな。ね、ああ、こんな感じだね。ガシャガシャって打つね。ガシャガシャ。こんなに顎とんがってないけどね。ええ声じゃねえ。渋いね。おー、なんじゃろう、あのうち演劇の脚本家さんってもう少しちょっとなんかおしゃれなイメージだったけど、うん、まあ踏切が近づいたらみんなこんな感じじゃない、ね、芥川さんとかシャチ系の作家さんのイメージじゃね、雰囲気が、うん、飲んだくれだね、今のところね。ね、仕事場があるね。作家先生あるね。デリカシーがないね、ちょっと。デリカシーがないっていうか。ねえ、みんな、あって言って引っ込めるね、言葉、すごく。作家先生はあれね、すごい。職業からなんかね、すぐに。疑問に思ったら聞くね。ねえ、魅力じゃねえ。困ったお方です。
昔だったらこれもやってないんだよな、うん、仕事以外のことは。そうだね、バイオレットだし、ね、そうだから多分この人疲れてるんだろうなって多分思えたから買ったんじゃないかなって、この卵を作れるとは言ってない。卵を卵を、あーカルボナーラー、うちを見逃さなかったよ。あの左手にはめちょるあの指輪を気づいちゃった。うん、ねえ、卵は大事に割らんといけんよね。お酒はね、美味しく飲まんといけんね、美味しく。すごいね、この作家さん。演出まで考えちょるね、ちゃんと。あの、ゴロンって寝転がってね。うん、しっかり頭の中のイメージ。頭の中で舞台の、あの、ねえ、セットのあればちゃんと考えちょるね、この人。あの、舞台の人がこんなんどう表現したらええみたいなね、無茶ぶりにならんようにしちょるね、ちゃんと。舞台作家さんじゃん。あれね、みんなね、そう、カルボナーラ食べて得になってきたね、本人。見してるよ、まさかの。そうくん、こんな感じで書いてる？俺、いや、鼻ほじりながら書いてるから。そうくんもあれね、あの、バイオレットちゃん呼ぶね。そうだね。この人の髪色ちょっとジーナちゃんに似てるね。うん、そうね。ジーナちゃんにやろうってもらう、ね。俺おるんじゃねえのじゃ。ね、そうくんとジーナちゃん足して2で割ったらこの人になりそう。ねえ、ネギさんね、草じゃねえ。すごい、あの、おーすごい、なんで今の水すごい綺麗じゃね。みんな見ちゃう今の水の表現すっごい。めちゃめちゃ怒られてるやん俺。色はすぐらい綺麗かね。飲めそうなお水。
なんか、ヴァイオレットちゃんの謝り方もすごいなんか、変わってきたね、すごい。うん。うん。表情もね、なんか柔らかくなってるのよ、徐々に。うん、結構ね。相変わらずすごい、あの、人の心にすごいね、あの、踏み込んではくるんじゃけど、入り方がすごい柔らかいね。うん、うん、うん。かわいい。船が欲しいね、小船が。あのメリーポピンズじゃねえ。飛んでくなよ。ねえ。あ、うん。いやー、辛すぎる。療養のためでもあったんじゃね、この綺麗なお別荘は。うん。うわー。ヴァイオレットちゃんが涙流しとるね。うーん、そうなのよ。ヴァイオレットちゃんブローチカジカジするね。大事なものだからね。うん。本ね、いろんな作品の結末があるけど、今回の作品はハッピーエンドにしてほしいね。うん。ねえね、こうやってあの、対談しながら、あの、ストーリー練り合わせていくのすごい、ワクワクするね。うん、本音強さん、そう、ガジガジするね、もう。ねえ、後がつくんよ。強さんも恥じるわよ。うん。オズの魔法使いみたいな話じゃね。うん。脚本家の人もすごい、こうやって寝るんで、ちゃんと。うん、ねえ、人によってはなんかあの、その劇場に出てくる服とか小道具とか作るみたいじゃね、やっぱり。そうだね。文章であってもやっぱりその、大好き。うん、リアリティ出すために。
すごい躍動感じゃね。ほじらんね、ほじらんね。いやー、ここの描写ほんと綺麗なのよ。うん、でも、お子さんすごい悲しい顔しちょらんのよね、みんな。今の思い出のシーン全部、うん、みんな笑っちょるね。お父さんのね、うん、気持ちはちゃんと伝わっちょるんだ。そうだよね。あれね、もう少し頑張ったらレッツカー用意になれちょったね。惜しかったね、もうちょい、ね、水上ね、すごいよ。うん、あげてしまう。そう、ネットフリックスあるとね、見れるけんね、うん、そう。熱火曜だったら泣けなかった。ごめんね、すごい。ちょっとうちも今すごい来てしまってから、ちょっとごまかしたね。出てきた涙が全部込んでたよ。いや、でもうち熱火曜でも泣けたよ、多分。うん。優しいけん、レッツさん。そうだね。うん。ねえ、そういうことじゃったね、そういうことじゃったね。理解できるようになっちゃったんだよね、これがね。優しい気持ちが芽生えてくると罪悪感がすごい同時に湧いてくるんじゃね。エヴァーガーデンさん、うん、名前はもらったけどね、ちょっと住むだけじゃったよね、一話のあれで、うん、え？さあ、ネタバレは禁止ですよ。奥様？奥様ダメよ、今の。口裏合わせとらんかったね。うん。え、嘘じゃ、だって
納得できんよ。あの、ね、遺体が見つかっちょらんもん。奥様の盛大なネタバレが。奥様。サブタイトルこれね。これね。これね。セリフがないね。空白だったんだ。本当に空白だったんだね、これ。うん、すごいサブタイトルじゃね、これ。すごいサブタイトル。うん、恋にならない恋じゃね、これ。同じいつかきっとでもね、上げて落としてくるこの構成がね、脚本家の人でね、劇発表してみんなで笑って終わるんかと思っちゃったからちょっとびっくりね。うん、まさかここから一気にバイオレットちゃんのお話に戻ってくると思わんかったね。あ、エンディングの傘これ ね、 ね、今サッカー先生にもらった傘じゃね、これ差しとるの。うん、そうなのよ。これ最初からこれだったっけ。そういえばエンディング変わるん、これ多分同じだった。どうぞ最初からこれだったかも知らんね、うんうん、強さネタバレじゃないよ、大丈夫大丈夫じゃないよ、大丈夫だよ。あのね、エヴァーガーデン奥様やから。そう、エヴァーガーデン奥様がネタバレしたからね。浮かばれるわって死んだキルベルトもなんて言っちゃうから、そりゃもうね、そうなるよ。なんてこと言うのよ。おい、あのエヴァおばさんにあれね、アベンジャーズ見せちゃダメね、すごいネタバレ言うけん絶対会っちゃダメ。まさか知らないとはでも思わないよね、奥様もね。そうだよね。うちすごいあのアベンジャーズ大好きって言っちゃったら、あのエンドゲームのネタバレ言うてから、うちあんな感じで泣いて走るね。うーって。先知ってるっていうのがね、ほんと言葉に、うん、うん、はい、8話みんなどうかいね、どうかいね、ちょっと待ってね。はい、タイトル切り替えるけん、うん、9話が始まったね。うん、ほんとほんね、強さが、うちも ね、 ね、アベンジャーズネタバレ食らってもう泣いたね、本人、ほんとによ、ほんとに。そこで泣いちゃうんだ。いや、わかりませんね。ね、ね、みんなネタバレは許せんよ、許しちゃダメじゃけんね、本人。ネタバレはダメよ。黙っちゃこうね。うちもこのサブタイ映すとき、細めで、細めで、あの、コピペしたんじゃけんね。ミニオンにコピペしたんじゃけんね。はい、じゃあ、行くね、ハチは。みんな見れとる？はい。うん。私、今大丈夫そうかな。起き上がったところで。うん。またあの階層に戻ったね、これ何話じゃったかいね、なんか4話じゃったか3話じゃったか、うん、最初の頃だよね、ギルベルト少佐と初めて会った時の話よね。うん、もう私はなんかエンディングの歌詞がだいぶ分かってきたね。なんか耳に入るようになってきたね。そうだね、すごく意味が分かるようになるよね。うん、一通りあのアニメ13話まで見たら、あのオープニングのフルバージョンで歌詞ぜひ読んでみてほしい。あ、そうだ、2番のね。ちょっとじゃあそう流すよ、流すね、流すね、ねえ。あ、また声があれかも、むいちゃん、もしかしたら。あ、うん、ありがとう、ほい、打ち消せ、打ち消せ、ゆうさんのおじさん、ありがとう。二人とも喋ってみて。あー、わー、わりわりわー、5メートルまでなら問題ないって言って水上走るね、バシャバシャって、
ありがとうね、みんなコメントで教えてくれてからに、うん、ありがとう。うん、オープニング終わったね。すごい歌詞がね、だんだんそのそう入ってくるね、頭に。うん、こっから加速していくぞ。すごい。バイオレットちゃん、そんなに強いんね。うん。なんで、ね、このた強いさん、お疲れ様。うん、おやすみね。うん、おやすみなさいだ。おやすみ。悪いおじさんもすごい、なんか今すごい声がすごい詰まっちゃったね、すごい。みんな苦しいね。みんなゲルベルトさん好きなんね。うん、だってお兄さんからしてもね、弟当然好きだったからね。ね。ね、うん、めっちゃ引っかかれとるね。野良猫を捕まえて風呂に入れるみたいな、感じよね。狼みたいになっとるね。うん。あれね、女の子の服じゃなくて、翔さんのちっちゃい頃の服着ちょるね。かわいいのよ。うん、ムカつくこと言えるね。ほんとよね、もう。でも少年兵とかおるんよね、ほんとに。うん、こんな当たり前あってほしくないね。
2倍も戦力差あるで。なんで、大丈夫かいね、なんか、すごい、無茶な作戦じゃないかね。なんか、結構一番戦争のね、そう重かったところだよね。あの、本を破壊点の203コーチ思い出すね、すごい。相手もガチガチに、あの、ね、防衛張ってるところね。心配だね。ちょっと知ってるわね。嘘じゃろ、バイオレットちゃん。強すぎるのよ。むちゃくちゃじゃね、もう。どういうことなん？バイオレットちゃん何があったん？これ。川横切ったんですごい。道ももうめちゃめちゃね。今のさっきの作戦のところなのかな？道もじゃなくても本当にまっすぐお家に帰ったんじゃね。当然じゃけどもお墓もあるよね。もう育ての親みたいなもんだよね。たどたどしいね。かわいいけど。直樹さん。そうだったね、そういえばね。これがあの1話の最初だよね、最初の。
1話に繋がったね。うん。まだね、本当に心がまだわからない時のね。うん。シャルちゃん何が欲しい？今。私私ネックレスかイヤリングかな。イヤリングね。うちもそうじゃね。ペンダントかえね。ペンダントね。さっきあのエメラルドのやつとか似合いそうね、めいちゃんもね。すごい光るね。うん。魔法の力持ってそうな石じゃねえ。本当に。すっごい高そう。すごい綺麗な言い回しだね。これが一番美しい。うん。知ってる言葉もね、使える言葉もまだ少なかった、うん、バイオレットちゃんがね。うん、やってるんよ。少佐はずっとすごい悲しい顔でバイオレットちゃんずっと見ちゃったね。うん。でもその眼差しをすごいバイオレットちゃんは綺麗って言うたんで。うん。複雑な気持ちじゃから泣いたんかな。シューさんあれね、まだほっぺ汚れちょるね。ずっと汚れてるからね。功績をあげても勲章はもらえんで。ねえ。そうだね。階級とか。ねえ、なりそうじゃけど。あのぐらいなんだ。うん。そういう扱いなんじゃろうね。少佐もでも、本当は戦ってほしくないんだよね。いや、本音、本音戦ってほしくないよ、うん、こんなの。バイオレットちゃん関係ないもんだって。うん。大人の戦争じゃもん。
もうこの時点でもうこの話聞きちょったんじゃね。指そうそう、うん、うん、もうここまで来たらもうフラグをたくさん立てまくってあえて製造フラグにするね、もうそうだね、うん、フラグね、立てまくってるからね、うん、もうね100本死亡フラグ立てたら製造フラグになるね綺麗に全部回収するかもしんないよ、うん、大きいところじゃね、要塞じゃね、これ。うん。いや、これ生き残るのめちゃめちゃ難しいよね、こんなんね。こんなん、え、もう、あの一瞬でもうそんなに？あ、もうダメだ、うちこんなん動けんよ、こんなの。いや、飛び出せないよ、あんなの。怖いよ、これ。フラグ立てないでもう、うん、中3 あれね、制度、そうね、ここじゃね、ここじゃね、この話じゃね、制度って言っちゃったら、うん、そう、そう、あ、お花じゃね、もうむちゃくちゃじゃよ、むちゃくちゃじゃよ、こんなの。左手打たれてたもんね、今ね。はあ、撃たれたな、少佐が。終わった。そうなのよ、ここね。びっくりしたね、びっくりしたね、びっくりしたね、もう今のはなるよね、あってなるよね、そう、うん、ね、
これ4話ずつ来てたらここで終わってたんだよ。終わりだろ。いや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 でしょ。止められない。無理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 。よかったね。よくばって怖いってよかったね。いや本当よ。よかったよ。もやもやして次の日何も集中できないよ。だってこれね。これはもうこっそり見ちゃう次。うん。うん、あれね、ようやく来たね、回想会。うん。ここまですごい、積み重ねることをやっちゃってから、ここに回想持ってくるのひどいね。そうだね、構成もね。そう。まあ、うん、ここまでね、だから、本当ちょっと、成長が見られて、で、成長、ねうん、のその途中で今だから、まあ、さっきのねその、うん、ね7話だっか、うん、7話とかでやっぱ気持ちにねちゃんと名前が付けられるようになったでも だからこそ、うん、こうなんかね後悔だとか罪悪感だとかっていうか生まれたタイミングだよね、うんうん、その後悔とか罪悪感の、うん、まあ元凶を知る回ですね今、うん普通じゃったらね、キャラクターの紹介でこういう子じゃよっていう設定やるに、ねえ、ねえ、さっきのリオンくん、うん、の回とかもそうじゃけど、あれでバイオレットちゃんにすごいいっぱい感情移入させてから、オスカーさんとかね、アイリスちゃんとか、うんね、シャルロッテ姫とか、みんなのみんなにあれの感情移入させて、感情移入させて、あったかくなってきたバイオレットちゃん好きになってきたにここに来てこの冷たかった頃のバイオレットちゃん見せるのすごい残酷じゃねすごいうん笑顔知って寂しいを知ってねそこまでに、ねうん、このタイミングで少佐の死を知らされるっていうねうんサブってねうんいつもじゃったらねセリフがサブタイになっちゃるにこの回、サブタイないもんね、8話。ない?そう、あそこできるからね、うん、そう。調査で終わっちゃうから、うん、そう。うん。9話に繋がるんじゃね?ちょっと待って。うん。9話、9話、バイオレット、エヴァーガーデン。ねえ、サブタイってまさかの、うん、タイトルがここで。ちょっと待ってね。13話じゃないっていう。みんなちょっと待ってね気持ち整理させて今すごいショッキングじゃったからちょっといいのよゆっくりでねうん、はい、ねすごいねうち欲張って子は見てよかったねはいね前回のね無理じゃないっすじゃあ再生続けるねちょっとはい、うんうん、しばらくしたらね次の回読み込むと思うけんうんねこれ英語の吹き替えも見てみたくなるんですごい。ねえ。いろんな人がこれ吹き替えしとるね。どうじゃろ?つながるかな?今ね、なってる。大丈夫。なっちゃるね。詳細読んじゃるね。うん。もう打ちがねーそうみんな死にとうないもんすごいうん、うん、今顔もじゃけどお腹打たれたねうんお腹打たれたよね今左腕も打たれてるからねその前にねいやえっ
腕が取れたね。痛い。見てるだけで。女の子の細い手じゃね、そんなね。うん。ああ、もうやめて、やめて、やめて。ねえ、真ん中ちゃんもね、下月さんって、もう、あ、なんか、ああ、もう腕が。いや、もう言葉が出ないよ。雨に滲む表現すごいね。うん。
ベネディクト君迎えに来てくれたんで。うん。やっぱり難しい作戦じゃからいろいろと悟っちゃったんかな。悟ってたよね。そうだよね。中3歳の子もね。めっちゃ声がまた、ありがとう、なおきさん、すいません。ありがとうね。大丈夫そうかな。どうだったかな。大丈夫、ありがとう。ありがとう、なおきさん。ありがとう。配達も大変じゃね。カトレアいつじゃ。そっとしておいてほしいね。そっとしておいてほしいね。
難しいね。ほっとけ。ほっとけんけど。そっとしとくしかないね、こんな難しいの。うん。2人もね、知ってるもんね。ジャイアンじゃん。ジャイアン。お兄さんじゃね、すごいあの。ジャイアン。サンマの人じゃん。うん、また戻ってきたんね。ねえ、お兄さんじゃね、ネギさん。ゆうりさん、こんばんは。ちょっとごめんね、元気ないよ。ちょっと今、お話を送ってから。こんばんは。夢だったんだね、今のね。うん。あれはバイオレットちゃんの心じゃね、あれは。うん。あれはバイオレットちゃんの本音じゃね。うん。オープニングのところじゃね。バイオレットちゃんはね、やり方わからんね、わからんでええんじゃけど、うん、うん、でも辛いんじゃね、すごい向き合いたいけどね、やっぱね、うん、受け入れるのがね、難しいよね。でもワンちゃんは投げんかったね、すごい、うん、うん、優しさを投げ捨てちょらんね。
なんでヒール履いてるね。なんでだろう、確かにね。うん。なんでいいのかね。うん。届かなくていい手紙なんてないね。いい言葉よね。だね。うん。言葉じゃね、すごい。ね、ローランドさんすごい人じゃね。バイオレットさんが手紙もらう顔になったじゃない畑さん、いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうね、畑さん。ごめんだよ、今こんな感じで。すまにゃい。劇ね、劇のポスターね。うん。みんな頑張っちょるね。このタイミングでこの今までの人たち出してくるのずるいよね。そうなんだよね、そう。みんな紙で伝わるね、紙で。うん。新聞とかポスターとか、手紙とは違うけど。これもアイリスだね。バイオレット色だね、これがね。
9話じゃね、9話じゃよ。あ、まだ4話残っちゃる、5話残っちゃるね。次いけないよこれ。これ次いけないよ。もう私無理、もう耐えられない。じゃあゆきくん後頼んだ。いらっしゃいだよ。お邪魔します。ごめん、もうね、お通夜みたいになってる、すまんにゃい。いや、あのね、もう耐えられない。さっきね、まあ、ちょっと、あ、皆さん、どうも、こんむい。あの、こんむい。シアノです。ちょっとね、配信があったんで、遅れました。先に、9話までは、事前に見ておりますが、私も泣いたので、お気持ちはよくわかります。ということでね。そう、なんか、最終回かと思った、9話で、なんか、めっちゃ泣いちゃって終わりと思ったら、まだ続くので、こちらっていう、今。そうね。こうなんか本当、ね、やっとあれちょっと待って、時間進んじゃる。あ始まった、始まっちゃう、もう10話が始まっちゃる、10話が始まっちゃる。うん、ごめん、ちょっと待って。あ、一緒に、じゃあ最初からにする10話。う、ね、うん、エンディングなかったね。9話はそう、最後のね、そう、アイオレカレバーカーデンって終わるから、そう、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、もう、うん、心の準備からでいいよ。うんうん、いや、もう本当に優しいのよ、郵便車のみんながね、そう。やっとね、本当こう、普通の人らしさをね、うん、得られたって思ったところでぶつかったこの壁、うん、でもね、まあ、やってきたことで悪いこともあったけど、うん、ちゃんといいこともね、積み重なっちゃったんじゃね、うん、残り続けるんだよっていうのがね、え、これだから、まあ、過去の輪をこれ見たばっかりだから、もう記憶が鮮明だからより一層来るよね。そうなんだよね、うん、そうそう、それはね、そう思う。なんか9話見た後に、あ、続けて、うん、味はうんってなったから、そりゃそうだろ、わかる、それはわかる。ゆきとさん、いらっしゃい、ごめんね、ちゃんと挨拶で聞いてくれ、ね、あ、だめよ、いいよ、大丈夫だよ、ごめん、なんか余韻を邪魔してる感がちょっとして、大丈夫じゃね、大丈夫じゃね、すごい、遊びに来てくれてありがとう。いえいえ、よかったね、バイオレットちゃんね、もらってからに、ちょっと見切れたからね、うん、うん。
10は流すね、ちょっと待って、ね、このまま行くんか、うん、はい。なおけしさんはちょっとズバーンってきたね、ズガーンってきたね。うん、喋っちゃるで、ダメじゃね、実況できちょらんね、できちょらんね。うーん、喋れないよ、もう、キューバの後は。もうあれね、通常営業に戻っちゃるね。うん、乗り越えた後のね、バイオレットちゃんだからね。よかったよかった。かわいいのよ、あんちゃん。うん、あー、お母さん。
なんかもうだいぶ察してしまうね。家政婦さんの顔色が良くなるかな。これ見といて、これ見といてんのかな。ねえ、ネギさんね、そう。担当外のね、お仕事だからってね、そう。拒んだりしなくなったからね、ヴァイオレットちゃんね。寂しそうだね、この子。うん、お友達がおらんね。だよね、お母さんだけだったんだろうな、きっと。うん、周りにお家が立ちおらんね。うん。ね、かわいいね。人生深いな。何歳なんだこの子。お父さんはおらんのかね。うん。もうやばい、もうやばい、あ、もうやばい。結構長いね、7日間。うん、セーフさん通っちゃうんじゃねえ。うん。
けないよ、お化け。いけないよ、お化け、およよじゃねえ。およよじゃねえ。そういうことじゃない。すごい懐かれちょるね、すごい。かわいいね。かわいい、すっごいかわいい。黒パンね。黒パン、カビカビなのよ。ねえ、玉の子のようじゃね、本人。ワンちゃんもなんとなく察しとるんじゃない？これ。分かってそうだね。せっかく引っ込んだに。もう見ちょれんがもうこんな。
ネギさんね、これどうしたらいいの？どうしたらいいの？あんちゃんはバイオレットちゃんちゃんに、本人を逃げさせると思っちゃったね。うん、そう。ね、大地に帰る意味わかったね。ね、かわいいのよね。ね。
はあ、これはやばいよ、いい話すぎるよ。無理よ、これは無理なのよ、本当に。ちょっと待って、顔拭きたい。ゆっくり、ゆっくりね。整えて、そう、なんか、生実家その、こう今までのバイオレットちゃんのこう成長ぶりを見ながらだから、最後泣いてるところとか、ね、なんかね、そうなの、より来ちゃうね。手紙ももちろんあれだったけど、なんか最後バイオレットちゃん感情がみたいな、わあ、今は入ってるよ、うん、今は入ってるよ、向いちゃう、もう全部乗ってるよ、めいちゃん。いやもうさ、そう、あんちゃんがね、そう、バイオレットちゃんにね、そう、遊ぼうとかね、そう、手紙のこととかね、聞いてね、そう、屋敷の中でね、触れ合ってる時も、そう、バイオレットちゃんがね、そう、本当はすっごい泣くの我慢してたっていうのを、私、そう、一回見てるとね、それも知った上で、そう、見る感じになるからさ、それで見るともう最初からもう全然耐えられなくてさ、もう、ごめんだよ、本当に。ごめん、全然実況できとらんかった。10話は無理よ。うん、大丈夫。無理なのよ。無理。ちょっと昔の作品だけど、天国からのビデオレターっていうのがあって、それ思い出しちゃった。そうくん、大丈夫？いやごめん、ちょっと。たびたび、マイクミュートにして鼻かんでた。ちょっとやば、ちょっと鼻声がすごいことになっちゃったんで。いやもううちも準備準備じゃね。鼻かみたい。あんまり。そう。これはもう今までね、その話終わった後にさ、こう。ここがさとかちょっとなんか分かった風な口聞いて解説したけど、これに関してはもう言うことないでね、もうね、そう喋れないのよ、マジで。やばい、ちょっと今鼻声すごくない？大丈夫かなこれ。いや鼻声すごいよ、鼻
鼻声が言いつにおまして、ちょっとなんか鼻声すごいんだけどさ、もう噛んでも噛んでもちょっと止まんなくてそう、うん、そう、そう、でもユキティ言ったってことはユキティから見た普段のソウ君は鼻声ってことで、あーちょっとまあすごい鼻声かもしれない、ね、なんか鼻、確かにそう言われると、まあ、ちょっといつ戻ってきた、ね、戻ってきたよ、お帰り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 、ちょっとそうだね、もうくなんかもういろいろなんかこうリアクションしたりとかね、なんかしたかったんだけど、本当に今日のほんと5話は本当にちょっとごめん、ちょっとうちもちょっと終わって気持ちが整ってやっと喋れるようになるっていうねそうね、全然実況できんかった、ちょっとね、面白い、本当に今日はマジでもう過去一喋ってなかったと思うからそう。レッツ海王が限界じゃね、もう。そうだね。もう海王、もうごまかすこともできないもんだって。うん。なんとなくこうね、本当まあ、なんだろう、まあ察してね、多分見てる、みんな一緒に見ててくれたかね、みんなも多分なんとなくこう10話に関しては、あ、こうなるんだろうな、うん、みたいなね。こううん、やっぱ察しがありつつの、でもなんか俺ほんと初見で見た時、あ、これまあなるほどねって、そのなんか遺言的な感じで書くんかなと思ったらそうじゃなくて、うんうん、前向きちゃったですごい、ね、そうなんかこう、うん、なんだろう、もっともそんなそういうなんか悲しいようなことを一切書いてなくて、そう、うん、むしろほんとだからその時その時の今後、まあほんと50年のことをなんかまあ自分は見れないけども多分こう想像しながら、うん、でその時のね、本当にもう二十歳になった時の、うん、30歳になった時のね、もうそれぞれ想像しながらいついつ、うん、書いてったんだなって思うとね、まあまあ優に想像の上を超えていったよね、うん、こうなるんだろうな、あ、なるほどね、確かにそれはちょっと来るわってこう構えてた、ほんとそのガードを簡単に貫通してきたよ感じの、うん、せっかく引っ越っちゃった、せっかく引っ越っちゃったねえ、あのね、そう、病気でね、ガタって倒れた時に、あのお見舞いにも来ない人向けの手紙なんて大事じゃないでしょって言ってってね、言ってからのね、あの届いた時にね、うん、あ、私宛てだったんだって知った時にどういう気持ちだったんだろうなって、うん、そうしたらね、もうあのね、あのエンディングの BGM 流れたところでも絶対耐えられないのよね、ほんとね、ね、うん、しかも耳に入ってきたよね、毎年来るっていうところがね、うん、また、うん、すごすぎる、すごすぎるのよ、ほんと10話の演出は本当にね、この人が書いた手紙読んでみたいなっていう、最後ね、お別れの時の手紙が全部ね、自分への愛の手紙だったっていうね、あの最後のね、3分間ね、ほんとね、エンディングのということで、あの、鼻声そうくんからは以上です、はい、言いたいこと言いました、ありがとう、ありがとう、シャルちゃんも、あ、もういっちゃ、私ももう、もう、ないよ、喋れないよでもいや、ほんと、でもほんと、この子は、だよね、ヴァイオレット・エヴァーガーデンはね、きっとね、うちら5話見たん、5話もうねー、なんかそんなに見ちょらん気がするよ、うん、1話と2話見とる感じなんだけど、3話ぐらいかな、この子は本当にね、あの最初のね1話からのなんだろうね、伏線回収じゃないけどね、あの、ヴァイオレットちゃんとね、こう生い立ちっていうかね、こう今までの成長を振り返るっていうのもあるし、なんか、うん、転換ポイントね、あの9話のところとかもね、あって、それ乗り越えた後にね、そこつながっちゃったね、事件サブタイなかったね、うん、感情なんてなかったね、ヴァイオレットちゃんがね、そう仕事しながら感情を抑える方でね、そう、あの
頑張ってね、仕事やりきるっていう姿、ね、変わってるっていうのもすごいね。本当じゃね、本当じゃね、そう、なんか9話と10話がすごい対比に感じたね、すごく。うん。でもね、そう、でもね、個人的に好きなのは、あんちゃんとのさ、そう、フライパンのね、謎のね、やりとりとかね、そう、優先順位を決めてくださいみたいな、なんだろうね、残ってるじゃないけどね、そう。そういう一面もね、消えちゃったわけじゃないっていうかね、こう、いい感じに残ってるっていうのがね、すごい好きなんだよね。そこはすごいバイオレットちゃんらしさじゃよね。うん。意見コメント拾っちょらんが。ねえ、直吉さん全然コメントできんかったよ。ねえ、リアクションするならギャグ系じゃね、ギャグ系。ねえ、銃はすごかったね、お母さんすごかったね、辛かったろうにね、すごい、うん、あんな前向きな言葉残してからに、ね、本に強い人じゃ。もうゆうりゅうさんも今日ずっと泣きっぱなしじゃね。ゆきとさん歌っちゃった、よかったね。なんか多分そのみんながなんだ6、7、8、9、10って見てる中で、自分だけちょっと10話だけポンって、9まではちょっと今日夕方見たんだけど、でもやっぱりなんかその、うん、ね、10話のお手紙届かない方がいい思いなんてないみたいな、最後9話のおじさんのね、郵便物手伝う時に多分おじさんからね、そうやって聞いてとか、最後ね、なんか感情出て泣いたりとか、なんかもうね、それをやっぱりこう話ごとのそのなんかすごいいいっていうポイントもあるし、その全部見ていく中で、あ、なんか少佐がちょっとなくなったの急に聞いてみたいなところから感情が取り戻すっていうのかな、もともとあったのかなかったのかっていうのはあるけどっていうのとか、まあね、他の従業員の人の思いみたいなのもこう受け継いでいってっていうのがやっぱりね、お手紙もお母さんのお手紙も泣いたけど、やっぱり最後ね、バイオレットちゃんが涙我慢してましたって言って泣くところがね、やっぱりすごい、うん、そうね、追ってってる身としてはやっぱり、あ、なんか最初なんかね、ぶっきらぼうだったのに、なんかすごい、あと2話、2話と3話、3話あるのかな、あと2話、3話、うん、4話あるね、4話ある、4話ないよね、そう、うん、3話とスペシャルかな、うん、うん、そこもだからどうなっていくのかなっていうのが楽しみだねっていう、はい、そうだね、本当にね、すごい、成長とすごいつながりを実感したね、ストーリーの間にすごい、もちろんそのね、1話で区切っても多分10話とかはすごく見れる内容なんじゃけど、うん、もううちは9話がすごいよくって、うん、バイオレットちゃんがすごい手紙をもらう側になったところでも、みんなが心配しとる言葉でもこらえきれんくてから、うん、ね、すごいバイオレットちゃんもみんなの大事な人になれたんじゃなって思って、すごい、うん、ワンちゃん投げられなかったところとかもね、そう、バイオレットちゃんからしてもね、そう、郵便車のみんながね、そう、大事な存在になってるっていうのがね、うん、すごい出てるのよね、本当によかった、すごいよかった、毎日、うん、ハードル超えてきたでしょ、うん、いや、ハードル、こっから何があるんって感じ、もううちの中では9話は最終回じゃし、10話はエクストラじゃし、もう、まだある、まだあるのよ、残念ながらね、まだあるし、映画もあるんだよな、もう
だよなこれ。怪人と映画私も見てないからな、そう、もう怖いよ、やっぱりこれ見てからね。いやもう、ま、ピークすぎたね、ま、ピークすぎたね、もうピークすぎたね。さすがにね、さすがにピークすぎたよね、もうね、もう疲れたね。疲れたね。最後まで、ね、泣き疲れた。すごい、よかったよ、すごい。そうよ、もう1話を見てしまったら、もう最後まで見届けないと、うん、これは。そうね、下月さん、ね。それが義務だから、義務、義務。はい、頑張って、金曜日まで走り切ろうじゃないか。うん。うむ。明日が 11? これの続きかな、うん、11、12、13かな。あ、ちょっと待ってね、ちょっと リフレッシュかけるから、ちょっと、ボイス。はい、大丈夫。うん、はい、大丈夫。金曜はテレビで見るんですよね。金曜日は、私たちはネットフリックスで見ながら、ね、うん、テレビと同期取る感じかな。CM とかは止めて。あ、了解了解了解。はーい。うん。ねえ、ネギさん、そうだね、そう、少佐の死をね、受け入れたバイオレットちゃんのね、そう、パートになるからね、10話からはね。すごい。まとめ方忘れちゃった。いいね、もう終わりまーす。いいね、終わりまーす。いや、あの、映画、本当に、いや、うん、映画ね、泣ける映画見た後の本当に感じよね、もうね、この帰り道に。もうなんか、こうしてみんなとね、あの、感度を分かち合うことなんで。なかなかないからすごい。あと2回あんだけどまだ。あと2回あんだけども。全体的な締めるよね。うん、そうだよ。いけんね、いけん、まだちょっと。そう、まだ続くからね。はい、うん、ちょっと待って。明かりつけると思ってて、もう。映画館内の操作がもうできちょらん。頑張れ、むいちゃん。もう感想書いちゃったよ。もう電光掲示板も操作できちょらんが。あの、私とさ、むいちゃんさ、動いてるじゃん。これ、あの、私もむいちゃんもさ、泣いてるからなのか、目がもう開いてないのよ。ニッコニコなんだよ、さっきから。そう、ニッコニコなのよ。目が開いてるから、開けんのじゃよ、なんでじゃろう。目が開かんのよ。ニコニコ。寝てるわけじゃないからね、私たちね。これね。寝てるわけじゃないよ。うん。満面よ、もう。いや、でもすごい。あったかい、あったかい涙じゃね、これ。いや、それはおいよ。辛い涙じゃないんよ、これ。そう、そう。本当に素敵な作品なのよ。嬉しい、すごい。これがね。嬉しい涙なんよ、これ。まだ出てこねえのかよ。ダメじゃね、今日ちょっとこれ電話電話いいのよ、うん、いいよ、ペースでね、うん、笑顔じゃもん、だって作品に会えたもん、みんなとね、はい、会えて、うん、うん、みんなと一緒にこうやって見て泣けたもん、すごい嬉しい、うん、僕らも嬉しい、うん、僕らも嬉しいよ、そうだね。よかったね。おすすめしてよかった。本当に。本当に。それに尽きる。うん、こんな配信になると思わんかったね。うん、うちが予想しちゃった3倍ぐらいぐだんじゅる。3倍泣いてたってことだね。その分だけね。いや、予想を超えるというのはいいことですからね。ハードルが、ね、はい、うん。すすり泣き程度じゃと思っちゃった。声出しちゃった。なるよ。だって私ももう、おえつだったもん、最初に。もう口押さえてたもんね。もう俺、しっかり口押さえてたもん。うん。もう鼻水、ジュルジュルでからね、ほんとに。ミュートはずるいと思うんだ、そうくん。いや、ずっと、ずっとミュートしてた。いやいや、誰が喜ぶねん。
ね、本人みんなと見れてよかったよ、みんなと。なんかみんなと見ちょったからすごい、うちもすごい素直に泣けたんじゃと思う、本当に。ありがとう、すごい、すごいいい時間じゃった、うちにとってすごく。今夜の配信は特に。ね、本当生きててよかったって思える。うん、すごい楽しい。うん。大事な配信じゃったね。はい、はい。ほいじゃね、ほいじゃね。あの、みんなのコメント、来てくれた人読み上げるね。はーい。今夜の配信見てくださってみんなありがとうございました。あの、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日ね、遊びに来てくれたひそらシャルトちゃんと双葉ソンくんとシアノユキトさんのチャンネルとかも概要欄に書いちょるんで、すごいみんなね、すごい登録お願いします。来てくれた人読み上げるね。クロハムさん、すごい来てくれてありがとう。つよしさん、来てくれてありがとう。わたげさん、来てくれてありがとう。ゆうりゅうさん、来てくれてありがとうね。ねぎさんも来てくれてありがとう。しばつきさんもすごい来てくれてありがとうね。なおきちさんも来てくれてありがとう。アードさんかな、来てくれてありがとうね。はい。これで大丈夫かね。みんな待たせたね。はい、大丈夫だよ。はい、大丈夫だよ。明日はね、あの11話から13話。はい。あと、エクストラじゃね。エクストラをやって、ね。あさっては、あの、あれで、劇場版があるね。ね。みんなでね、すごいまた、見れるのがすごい楽しみじゃね。はーい。楽しみ、みんなでまたね。楽しく見ましょう。はい。なんかみんな宣伝とかあったら宣伝してね。なんかある告知。シャルちゃんどう？私は今週は特にいいかな。あの同時視聴枠にあの日にも続くのでね、ぜひまたね遊びに来てもらえればと思います。そうくんは？あとね、今週の土曜日にね、りょうさんと二人で何かゲームしようかなと思ってるから。まあ、うちに来てね。そう。遊びに行くね。そう。今することじゃないけどね、この話。いや、まあ。そうね。大丈夫かな。まあ。うん。はーい。ってだけぐらいです。ゆきとさんは何かある？土曜日にあのソークンち行ってゲームします。マジ？嘘です。席が空いてないな。私も行こう。マジ？席が空いてないな。土曜日か。土曜日遊び大全するよ。たおきさんありがとう。明日も楽しみじゃね、本人。よきです。またね、また終わりたくない病が来ちょるね、すごい。決めてくれ、頼む。
もう鼻声を使いたくないんや。そうじゃね、みんな、うちはすごいお鼻かみたいから。うん。うん、またね、すごい、明日ね、あの、告知もするし、うん。直吉さん、うん、そうじゃね、うん。ゆうりゅうさん、ありがとうね、うん。そう、あの、もう分け取っちゃるからね、うん。うん、ネギさんありがとう、すごい、アニメじゃったね、本に。ね、作ってくれた人に感謝じゃね、本に。うん。うん。ね、うん。また楽しもうね。うん。はい。ほいじゃほいじゃじゃ。これでね、配信。終わろうと思います。みんな見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また明日ね、みんな9時にまたね、うん、配信始まるから。バイバイ。バイバイ。バイバイ。時間が来たよ。おやすみなさい。おやすみなさい。